ての出世レースでもあります第29回フラワーカップを迎えました中山競馬場、スターター台に上がりました。今年は16頭で争われます。この状態両馬場、曇り空の元です。人気は1番のアルビアーノ、12番デアマイダーリン、2番ローデット、あとはロッカフラベイビー、ここまでが単勝10倍を切るオッズ。各馬の枠入りが始まりました。1コーナーまでそれほど距離がない中山競馬場の 1800m 戦です。枠入りは8番の里のフラリッシュなどが入っていきます。内の方に前へ行く馬が結構多く揃っている。果たしてどういうペースのレースになるでしょうか。ローデットに収まってちょっとうるさいところを見せている里のフラリッシュが収まりました。最後は16番のホワイトエレガンス、足毛の馬体、内の馬の枠入りを確認したところで誘導していきます。さあこれで16頭が揃います。フラワーカップ目指すは桜花賞かオークスか。スタートしました。ちょっとばらついた感じのうちのスタート、4番のココイースタートを切りました。さらに3番ノットフォーマル、これは控えていきます。最内1番のアルビアーノ、これが上がっていって、さらにその外から6番のアフェクシオン、この辺り前ちょっと争いが激しくなって大外から一気に16番のホワイトエレガンスなども前に取り付いていきました。あとは10番のホワイトフーガなど、1コーナーのカーブを回るところ1番のアルビアーノが結局リードを取りました。2番手は6番のアフェクシオン、ちょっとかかっているか。その後は10番のホワイトフーガ、内をついて4番のココ、足毛の馬体が並んで3番のノットフォーマル、今日は中段より前から外を通ってはホワイトエレガンス、これもちょっとかかり気味。間の相手5番のアースライズが行きました。15番のカゼルタ、あとは8番のサトノプラリッシュが続いて、その外はロッカフラベイビー、さらには12番のディアマイダーリン、ここで少し押し上げていきます。一気にデンムーロクシュが上がっていきました。あとその後ろですが、青い帽子のジュエルメーカーが続いている向こう上面の中ほど、その後ろは外エグダンティーナ、内をついて11番ジャポニカーラ、それから9番の TS クライが続いて2番のローデットは後方から、さあ外を回して今日は内から外に持ち出して前をまとめてかわしていこうかという勢いです。3、4コーナーの中間点にこれから向かいます。先頭は1番のアルビアーノ、2番手6番のアフェクシオンで変わりません。3番手は10番ホワイトフーガと内のココ、この2頭は並んでいます。その後ろは外からホワイトエレガンス、そして3番のノットフォーマル、馬群の中、あるいは外を通って緑の帽子上がってきたディアマイダーリン、向こう上面から長く足を使っています。そしてその直後に迫ってきたのが2番のローデット、4コーナーカーブ直線コースに向いた。さあ先頭はまだ1番のアルビアーノ、ここで後続を突き放しました。残り200を通過、その後続2番手争いは混戦になってきた。間を通って12番のディアマイダーリー、その外からは14番のロッカフラベイビーが突っ込んできている、あるいは2番のローデット、先頭は1番のアルビアーノ、逃げ切って5塁、2着争い大混戦。間を通って追い込んできたアースライズが2番手か。49秒4と上がりました。まんまと逃げ切りましたし。